こんにちは、ニケです。今日はですね、下北沢にやってまいりました。下北沢で今日食べに行こうと思っているところは、プルコギ煮込みハンバーグというちょっと変わった韓国料理を食べれる場所に行きたいと思います。お店の名前がアス下北沢さんというところなんですけど、下北沢の中でも穴場で美味しいところになってます。場所はものすごく近くて、まあ駅出てすぐ着くことができます。本当に徒歩1分2分ぐらいかな。それがこちらのお店アスさんです。韓国農林水産省大臣受賞韓国料理アスさん、なんか賞をもらってる結構腕利きのシェフがいるとこみたいです。それでは早速入っていきましょうか。カジャー。お店は韓国料理屋さんっぽくないんですよね。どっちかっていうと、なんだろう、ハワイみたいな、そんなイメージがつく。メニューもね、結構豊富にあるんですよね。まあ、石焼きビビンバだったり、クッパ、あと定食、鍋定食ですよね。があったり、プレートのね、定食とかもあって、今回このプルコギ煮込みハンバーグを食べます。セットランチっていうのもあって、まあ、ヤンニョムチキンとカルビのセットになってるもの、お肉もつけてくれるんですね。あとは麺類とつくものだったり、いろいろセットもあって楽しめそうなお店です。あとですね、石焼きビビンバフェアっていうのがやってて、いろんな種類のビビンバだったり、鍋フェアっていうのもあって、いろんな種類の鍋があって、本当に種類豊富だなと思って見てます。ランチにはおかず3品ついてきます。お肉とキムチと春雨、あとサラダもついてきます。お店にはサインもね、たくさん飾ってありました。テレビ番組にね、紹介されたこともあるみたいですね。本当に人気なとこなんだなって。そしてプルコギ煮込みハンバーグプレートの登場です。盛り付けの仕方も洋風なイメージがつきますよね。いい意味でね、まあ韓国っぽさはないかなと感じますね。まあ料理はね、韓国料理だけど、その見せ方っていうところでちょっと西洋風を取り入れてるような、そんなイメージですね。ね、中身なんですけど、まあ中身はね、普通にハンバーグが入ってますね。煮込みハンバーグだから、プルコギのタレとかと一緒に煮込まれたハンバーグかなって思います。それではね、早速こちら食べていきましょうか。チャーモッケスミダー。プレートの中身としては、まあごまドレッシング買ったサラダと、お酢につけた大根と人参みたいなやつがあって、あとはお米と、あとメインのプルコギ煮込みハンバーグですね。まあちょっとね、おかずに普通のボウルに入ってるサラダとプレートのサラダが入ってるから、これなんで2つサラダあるんだろうって、そこだけ疑問なとこあったんですけど、まあ、味に関してはね、今まであんまり食べたことないような味でね、とても美味しいなと感じましたね。あとですね、煮込みハンバーグは、煮込みハンバーグじゃなくて、プルコギ煮込みハンバーグですね。プルコギが入ってて、で、チャプチェみたいな、こんな感じの麺も入ってて、あとはハンバーグがトンって入ってる感じですね。でね、これでね、結構ね、お腹も膨れるので、いいランチだなって思います。ここのランチいいなと思ってね、3つのポイントがあるんですけど、まず1つ目が、やっぱり食べたことない体験をここでできるってことですよね。まあ、ちょっとね、お店の雰囲気も、どっちかっていうと西洋風取り入れてるような雰囲気だから、こういったね、料理もね、また変わった料理作ってこられるんでしょうね。この煮込みハンバーグとプルコギが一緒にあったやつなんて、僕は初めて食べました。で、かつね、この味がね、結構ね、やっぱ美味しいんですよね。まあ、そもそも煮込みハンバーグっていう時点で美味しいと思うんですよ。僕結構煮込みハンバーグ好きでね、まあ、まさかここで食べれると思ってなかったんですけど、その煮込みハンバーグにね、プルコギっていう、これもね、まあ結構ね、好きな方多いと思うんですよ。まあ、嫌いっていう方の方が少ないんじゃないかっていうぐらい。だから好きなものが2つ合わさった料理っていうので、ものすごくね、楽しめますね。すごいテンションが上がるような料理になってます。他では食べることができない、ここだけの韓国料理っていうメニューでね、やっぱここは1つ目のポイントだなって思いましたね。で、2つ目なんですけど、2つ目が良質な味わいですね。プレコギとハンバーグ、ただ一緒に焼いただけなんじゃないのって思われるかと思うんですけど、まあ、実際ね、そうかもしんない。そうかもしんないけど、味がね、やっぱ美味しいんですよね。プルコギは、ニンニク結構入れるようなプルコギ多いんですけど、ここのはね、結構抑えめに入れてるんですよね。抑えめに入れてるっていうか、ニンニクが抑えめになってるのかな。だからね、食べた後に、すごいニンニク臭が体の中にするみたいな。そんなことはね、あんまりなかったんですよ。まあ、でもね、僕、プルコギってニンニク効いてるから美味しいんじゃないかなと思って食べたんですよ。だからニンニク効いてないから、あれとか思ったんだけど、でもね、あんまり気にならないほどね、
味付けがねすごく良かったです。良質な味を提供しているような、まあなんか水産省から受賞されたようなシェフがいるお店だからね、やっぱそういうとこもねちょっと健康を気を使っているのかもしれないです。でもねそれに気を使っても味の質を落とさないっていうところでやっぱりすごく美味しいなと思って。で次にハンバーグ。ハンバーグはね、まあ煮込みハンバーグっていう味はそうなんだけど、ちょっとプルコギのねこの甘い風味っていうのも加わって、普通のプルコギとはやっぱり違うなと感じました。それにね中に入ってるこのチャプチェ、このチャプチェがねものすごくツルツルでね濃厚な味わいで、結構ね僕チャプチェが一番好きだったかもしれないこの中で。なので2つ目のポイントは良質な味を提供してくれてるってとこですね。そして3つ目がお店の雰囲気ですね。韓国料理を食べてるけど韓国料理屋さんっぽくない雰囲気っていうのはまた新しい体験だなと思って、その新しい体験が別にねあのマイナスじゃなくてね結構プラスに働いてて、僕はね個性的なお店だなと思ってすごくそこいいなと思ったポイントですね。でそれに合わせてるのかこのプレートもお盆みたいなやつに乗ってて、でプルコギもスキレットに乗っててね、キャンプしてるような感じも感じられるし、なんかすごくね雰囲気一貫性あっていいなと思いました。お店の雰囲気とかあんまり気にならないっていう方もいるかもしれないですけど、僕はね結構ね味に左右されるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、すごい極端な例話すんですけど、まあ、すごく美味しい料理でもなんかすごいダサいようなお皿で、かつねなんか汚れてるようなそんな雰囲気も感じるようなお皿で提供されたら結構ね味が落ちるはずなんですよ。料理自体の味は落ちてないけど、それ口の中にいた時の味わいが全然違うと思ってて、だから僕ねお店選ぶ時も雰囲気結構気にする方なんですよ。だからねこういったねまた違った新しい個性的な雰囲気で出してるとこは、でかつ一貫性あるからね、この韓国料理のランチをねさらに楽しく食べれたんじゃないかなと感じますね。なのでね3つ目のポイントが雰囲気です。まとめると1つ目がここでしか体験できないメニュー、2つ目が良質な味わい、3つ目がお店の雰囲気ですね。この3つはこのお店に対してすごくいいなと思った今回のおすすめのポイントですね。マイナスに関したことも全然なくてね、本当にここいいなと思った、さすが下北沢だなってそんな感覚はありますね。チャームが進みだ。下北沢の中でもここの韓国料理屋さんはかなり格が高いなって思いました。そこまでね目立った場所にあるわけじゃないんですよ。路地裏っていうよりのかなのお店なんですけど、あとみんながあまり行くような場所じゃないところにあるんですよ。だからね見つけづらいかなと思うんだけど、下北沢来た時にはねぜひ行ってほしいなって僕は感じました。ちなみにランチのお値段は1300円です。ちょっと駆け足になっちゃったんですけど、まあ今日はこんな感じで終わりにします。それでは今日は下北沢にあるアスさんのプルコギ煮込みハンバーグランチのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますのでぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョーン。